チャオ、あっちゃんです。今日2月の6日月曜日、あっちゃんのお昼ご飯は、この前買ってやって食べよう食べようと思ってなかなか食べられてなかったどん兵衛のすき焼き味、はい、食べてみたいと思います。はい、ジャパンヌードル日清どん兵衛すき焼き味、肉汁のうまみたっぷりすき焼き風うどん、はい、ちょっと楽しみです。あっちゃんあんまりすき焼きは好きじゃないねんけど、みきちゃんが好きで、あっちゃんどっちかったら焼肉の方が好きで、焼肉系が多かったんやけど、みきちゃんと結構あっちゃんが好きやったから量食べるようになって、すき焼きもまあまあ好きかなみたいな、すき焼きだけにやかましい、はい、って感じで食べるようになったからね。あっちゃん家のすき焼きとね、またみきちゃんの作り方がまた違う。みきちゃんは福島は割り下で作るタイプで、あっちゃん家関西なのか奈良なのか知らんけどは、ね、お肉を鉄板で焼いて、で醤油と砂糖でさっと絡めて味付けて、それをまず食べる、焼いて食べる、で何枚かさっき焼いた上のとこに、水を入れて、薄めていくね、それがうちのあっちゃん家の作り方やねんけど、すき焼きってね、各家庭、各地方各家庭で作り方も違うからね。だからみきちゃんが変っていうね、うちの作り方で、逆にみきちゃんが作ってくれたら変やんで結構関西甘いめけど、割り下で作るみきちゃんのところはそんなに甘くない、甘さが弱いっていうか、辛み、醤油の辛みがかかってるタイプだったり、ね、まあ、卵につけておけば一緒やなみたいな、そんなんで、では食べてみたけどね。で、いろんなとこ外へ出てすき焼き食べてもやっぱり違うのよね、味が、そんなんどうでもいいけど、日清のすき焼きどんな味か楽しみです。はい、ちょっとね、風邪ひいたんかな、なんかちょっとね、なんか体調が優れない、そんなひど悪くもないし、動けへんとかそんなんじゃないんだけど、ちょっと風邪っぽいよなみたいな、ここちょっとなんか気合い抜いたら動けんくなるぞみたいな、ただ気合で治るかなぐらいのレベル、風邪なんか弱かない、なんかちょっと、ちょっとこうだるいっていうか、ぼーっとするっていうか、この前からちょっとね、こう耳がキーンってなって、音聞こえにくかった時は、あれ風の前兆やからな、暖かくしててんけど、土日どこも出かけへんかって、暖かいところでね、子供と育ってんけど、なんかあんまり今日は思わしくないな。なんかすっきりせえへんのよ、なんかもうお昼ご飯作るのめんどくさくなったし、で早く食べたかったからね、すき焼き味で、あれも買ったね、 UFO のね、だけ梅なんとか味、あ、わきました、では入れたいと思いますねんけど、甘いキツネがどこ行っても売ってないね、近いうち5回も行って買ってきゃな感じで売ってるけど、はい、お湯を入れましたと。今回ドンキ行っても売ってないしね、アコも売ってないし、ラムも売ってなかったし、もう、でもね、ちょっと遅れで入るから、ああいうところ、コンビニもない、セブンもローソンもなんやねんみたいなね、ネタは早いうちにやらんとね、誰かの後に、いつも結局、買ってきて遅い、誰かの後になるから、パクリみたいに思われるのも嫌やし、どうでもええねんけどさネタで飯食うなっていう話だけどね、でもさ、ご飯食べるの結局ネタにこういうの食べてたらさ、ネタにもなるし、ご飯でもなるしっていう感じでいいんじゃないのかなみたいなね、最近ね、食欲旺盛お坊ちゃまたちがね、残してくれへんのよ、だから、リメイクする材料がない、さあ一から作るかやったらめんどくさいしね。あ、タイマーさんだった、ヘイスリー、ヘイスリー、タイマー2分。タイマーはすでに1分29秒で一時停止。
待ちしています。2分に変更。2分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい。2分じゃないんだけどね、ちょっと固い目のボンベでもいいんだけどね。都議会選挙ってね、よくわからんな、なんかね、すっきり起きられへんね。終わるかな。はい、タイマーが鳴りましたということで、ちょっと早いと思うけど食べたいと思います。はい、この商品は日清食品独自の製法で開発した大豆ビーフを採用しています。肉汁のうまみがたっぷりと溶け出したすき焼き風のつゆと一緒にお楽しみください。やって、お肉ちゃうねんって、大豆ビーフやねんって、すごいね。ちょっとね、茶色、すごい黒いスープで、なんかお肉の匂い、すき焼き界だどうかわからへんけど、こんな感じの匂い。ではちょっといただきたいと思います。待て、すき焼き、茶すき焼きけど、うちの味じゃない、薄味。麺はすき焼き、茶すき焼きやけど、うちのすき焼きじゃないし、どうかな。前に熱い、味がわからないね。甘じょっぱい、周り下系の味やねんけど、甘みが強くて、醤油やねんけど、結構こうちょっと水っぽい、醤油が前買ってないかな。あ、これ。麺はどん麺。
確かにね、肉の旨味で美味しい、美味しいスープやけどね。で、薄味やから飲みやすい。すき焼きほど味が濃いんじゃないけど、ちょっと薄いめのすき焼き風やから美味しいけどね。大豆ビーフが出てこない、どこ行ったんや、沈んでいったよ。まあいいや、出てきたら食べよう。どこ行ったんや。美味しいのは美味しいよ、うん、これスープ、完成してスープ半分ぐらい捨てて、スープって余裕、それからスープ入れて濃いめに味付けにして、で卵につけて食べたら美味しいかもわからんね。すき焼きっぽいかもわからん。ちょっと味が薄いね、まあ、スープ飲むこと考えて薄くしてやんのかもわからへんけど、今度してみようかな。ね、あった、大豆ビーフ食べたいと思います。肉ではない、何かしら変なものです。多分肉の味というか肉の食感でもないし、味のもないでもない、うん、なんかよくわからんもんでした。なんか食べていくほどにすき焼きっぽく感じるようになってきた。今日体調良くないから全部食べられるかな。大きいのが出てきたぞ。甘い何かしら変なもの。肉ではないです。はい。いらんことして大豆ビーフ入れやんと、普通のビーフにしてくれたのに。熱い。ちょっと休憩。はい。休憩っていうか、ちょっともう、このまま休憩しとったら変な動画になってしまうね、うん、だから放送事故みたいになるから、この後食べられた食べます、ダメやったらもうちょっと、ごめんなさいとかも、半分3分の1ぐらい残ってんだけど、なんか食べられへん、今ね、ちょっと休みます、横になります、はい、ごめんなさい。ではまたね。バイバイ。横になって食べられたら後で食べます。